ミミニミニギャングですこのラジオは松田一家に集まるアーティストが週替わりでお送りしております。ということで、まずは自己紹介いってみましょう。まずはみなちゃーんはーいのんびり、あったり、しっかり、ふわふわ見えてくる部屋のミナです。みなちゃんです。はい、次は私。3人の中で一番ちっちゃいけど。 とっても食いしん坊マグマグ甘いもの大好きリカですリカちゃんですそして最後に見た目はしっかり、中身はうっかりその通りドジのイクエですイクエちゃんですはい、以上、平均身長145センチ、ミニミニギャングがお送りしますよろしくお願いいたしますまずはこちらのコーナー行きましょう亀戸、おすすめランチ,すすランチ今回も亀戸のおすすめのランチをご紹介していきますじゃあ、今回は、 甘いもの大好き、リカちゃんはい今回は何を紹介してくれるのかなよろしくはい。今回ご紹介するおすすめランチは、インドネパールレストラン、ドゥルガさんです。なんか強そうな名前だね。何のお店なんだはい。こちらはカレー屋さんです。私ね、甘いもの大好きなんだけど、カレーも大好きなんです。はい。こちらのお店は、ランチは4種類あります。 メニューの中には、カレーが2種類選べるセットもあるんです。うん、で、しかもしかも、ライスとナンがついてて、それぞれおかわり自由そしてそして、ドリンクがサービスなんですすごいなだってすごいでしょ辛い辛、うん、いさうみんなちゃん、辛さも選べるんです。うん、マイルド、普通、中辛、辛口、激辛って。 の辛さが選べますみんちゃん何からにするほんとねー一般的な唐辛子とかライユは食べれるレベルですああそっかじゃあ中辛くらいかなー熱いねうんりかちゃんは何からかな私はねマイルドだとちょっとお子様だから普通かなあじゃあもっとねあの大人にしてあげる私の辛口混ぜてあげるよ辛い はい、ちなみに、こちらのお店は、ランチのみしか営業してないので、お気を付けください。そうなんです。ドゥルガさんの営業時間は、午前11時半から午後3時までです。さあ、リカちゃん、気になるお店の場所を教えてください。はい、まずですね、亀戸駅北口を降りて、13元通り商店街を進むと、 弥生県さんがあります。うん、そこを左に曲がって、まっすぐ行くと右手にあります。うん、ざっくりだな。うん、でも大丈夫、大丈夫。あのね近くに行くと、カレーの美味しそうな香りが漂ってきます。ああなるほど、なるほど。うん、いいな、一回行ってみたいな、食べてみたい。うんうん、ぜひぜひ行ってみて。うん、それじゃあ今度三人で行ってみようね。<ー>ということで、亀井戸おすすめランチでした。はい、りかちゃんありがとうございました。<ー>はい。 10月はもう半ばになってきたけど9月30日10月1日の千葉で行われましたローカルヒーロー祭り皆さん楽しんでいただけましたかうんたくさんのねご当地ヒーローがいてびっくりしたよね、うん、全国のご当地ヒーローたちにふ,ふれ合えるなんてね、うん、なかなかないよねな、うんうん、いよね亀井さをもっとたくさんの方々に知っていただけたら嬉しいですはい そそうそうねヒーローで思ったんだけど、うん、ヒーローってみんなの周りにもたくさんいるんですよ。えっどういうこと、うん、うんとね例えば「うん、ヒーロー」っていうのはテレビの中の戦隊ヒーローだけじゃなくて、うん、自分のお父さんやお母さんとか憧れる人のことをヒーローって呼んでもいいと思うの<ー>でももねまあ亀田はもっとみんなの。 みんなの憧れになってくれて嬉しいなあーいいねミナちゃんいいこと言うじゃあさこれ人じゃなくてもいいのかなえーどういうこと例えばあの休まずものを冷やしてくれる冷蔵庫とか信号機とか体の中の心臓とかねすごいよねそういうのでもいいのかなそうだね心臓休まず動いてくれてるからありがとうありがとう心臓心臓いつもありがとう本当に今今もありがとうちょっとねあのリカちゃんが歓喜は待ってきたんですけど ちょっとお話も出します。はい、大丈夫ですか。<laughs> はい、大丈夫です。はい,はい。じゃあ、あリカちゃんの、あのヒーローって誰がいる。そうね。私にとってのヒーローは。うん、あのー、有名人だと。松岡修造さん。ああ<ー>、わ、うん、かる気がする。ね。でもね、リカちゃんはまだ、あのー、天気とかね。 あいつれないよね。まだ、ね、まだってどういうこと?。できるかもしれないね。うんうん、本当、これからできるかな。うんうん、そう、そうなの、あのね、修造さんはね、あの、冬のソチ五輪でね、海外に行った時に。日本の気温がすごく下がって、大雪だったのよね。うん、そうなんです。天気がね、うん、ちょっと左右されちゃったの、ねね。すごいよ、ねまあ。ご本人はですね、否定されてるんですけど、まあうん、他にも、いろいろ伝説があるんですよ。素晴らしい。ね。 うちの事務所は雨女と雨男はなかなか多いんですけれども晴れ女晴れ男ってあんまりないね誰かなあでもやっぱ松田さんは晴れ女じゃないかなああだからマすあとねミニギャンのステージの時はよく晴れるよね確かにねいれば何とかなるよねじゃじゃイクエちゃんにとってのヒーローって誰私あうんヒーローとね具体的には出てこないけど 大きくなってね、両親がいかにすごいんだなって感じるから、まあ、親かな。ベタでごめんね。え、なんかあんまり、なんか、出てこない。どすごくいいと思う。そういうの感動する。感動する。うんうん。リカちゃんが大変。リカちゃんもっと感動してちゃ感動する。じゃあさ、私たちもみんなのヒーローになれるかなリカちゃん。現だよそうなのそうだよ。リカちゃんからあ付きのフライヤーもらいたくて、たくさんの子が並んでるんだよ。うリカちゃん、あちょうだい。あちょうだいよ。 <laughs> <laughs> ちょっと待って、嬉しいんだけど、<laughs> あの、違うの、ゆくえちゃん。あのね、あ、はい、がメインじゃなくて、ミニギャンのフライヤーを配ってるのよ。うん、それも喜んでくれてる。うん。そうだね。うん、ね、でしょでしょ。フライヤーについてる飴はね、 元気百倍になる魔法の飴なんだよ。わあみなちゃんなじゃいいこと言う。<ー>そうそうそうなのよ。ね、<ー>そうなのよね。三、うん、人でいつも一生懸命選んでるのよね。うん、みんな何味が好きかなって、うん。そうなんです。だからミニギアンのステージの時は大人の皆さんもぜひ受け取ってください。お願いします。うん、じゃあ秋だし、秋っぽい飴ってどんな味かな。キャラメル。<ー>あ確かに。 あとは、個人的には、紅茶味なんかもい。いかないでかおいいね、いいね。そっか、秋だしな。なやっぱあれじゃないあの、うん、梨とか桃とか葡萄とかさ、そのフルーツね、なんか秋っぽくないうん、いっぱい。桃、ね、とか葡萄は一年中あるね。うん、ああ、そっか,か。じゃあ、うん、あれだ 石焼き芋って言えばさ「あのさ、石焼き芋石焼き芋」<ー>ってねお,<ー> <laughs> おじさんの声を聞くと秋だなって感じするよねそうそうそう。あったねあったね「わらびもちわらびもち」うん「冷たくておいしいよ」。<laughs> 早く来ないとっちゃうよよある何それ初めて聞いた。夏にわさび餅売ってるの。そうそうなんか焼き芋見たくねトラックで販売してるの。えんあれか竹や竿竹みたいな感じなのかなああそうねあれよく聞くよね。私あれいつも思うんだけどそれってね竹屋さんの竿竹なのかな竹屋さんっていう人が竿竹を売ってるのかそれとも竹と竿 だけを売ってるのかどういう意味なのかな。あれみんなが一回悩む疑問絶対思うでしょそうそうみんな。多分わ私としてはあのタ、うん、とバンブーと竿になる竹を売ってるんじゃないかな。バンブーオワ

買ってみようかなね、お芋屋さん見つかるといいねい、みなちゃん<ー>みなちゃんもうこんな時間だ<ー>み,みなちゃんコーナーをお願いしますはい、みなの耳をすましてこのコーナーは本当はどう思ってるんだろうっていうものの本音をみなが耳をすまして聞いちゃうコーナーだよ 今日はまつげの声を聞いてみるよ。お<ー>お<ー>、まつげか。うん、私まつげねエクステしてるの。ほら見てみて。まつげクマリカちゃんやね。バサ,バサバサやね。私何もしてないな。うん、あなで、あのねあの抜けたまつげをこう。

かな。<ー>じゃあまつげさんに耳をすましてみるね。バザ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 。またまつげに何か引っかかってる？うん、まつげさん大丈夫ん？みなちゃんこんにちは。 今ねまつげにゴミが引っかかってて大変だったの長いまつげも楽じゃないわいやまつげさんのまつげすごい長いね、うん、<緒>どうしたらそんなに長くなるのゆくちゃんありがとうリカ、うん、ちゃんみたいに、うん、まつげサロンに行ってシャンプーしたり、うん、長さを合わせてきれいにしてもらうのよあまつげさん私と一緒ねうん、うんうん、一緒ね、うんうん、だからそんなにきれいなまつげなんだね まつげって小さいけど、とっても働き者なの。目にゴミが入らないように、とっても頑張ってるの。そうよね。あのね、まつげさん、まつげさん。なまつげさんのおかげで、おしゃれに磨きをかけられるし。お手入れするだけで、みんな可愛くなれちゃうの。ありがとう。そんなことない。わりかちゃん、素敵になれるわよね。みんな小さいけど、私のこと忘れないでね。はい、また会いましょうね。はい。 松木さん、いつもありがとう。これからもお願いします。 バイバーイバイバイまつげさんのまつげまばたきするとブワーって風が起きたね。すごいね。さすがだね。うん、まつげといえばあの私たちがいつもつけてるつけまつげもねいっぱいバリエーションって楽しいね。うん、ねとてもお世話になってます。ね,ねーそうよね。つけまつげ選びも楽しいよね,ね,ーねー。そうまつげをきれいにして印象的な目にしちゃおう。以上皆の耳をすましてでした。 はい。それではここでミニギャンからの右な情報です。ミニギャンのブログは動画の下にある URL からアクセスしてね。ミニギャンのツイッターは mini-gan3 です。ぜひぜひフォローしてください。そして私たちは亀井戸の様々なお店やスポットをご紹介する番組を配信しています。タイトルは亀井戸おすすめスポットです。 YouTube で亀井戸おすすめスポットと検索してみてくださいねはいということでそろそろお別れのお時間です松田一課では皆さんからのお便りを大募集しています普通おた質問励ましのメッセージみなりかいくえの各コーナーりかが幸せレシピではりかに紹介したいハッピーなことハッピーなこと、はいくえのミニギャン教室ではいくえに教材にしてほしい言葉 皆の耳をすましてでは耳をすませてほしいものを募集しています。はい。すべての宛先は matsuda-ikka.com 松田一家 .atosta.com 各ホームページのメールフォームも活用してください。お便りたくさん待ってまーす さっきおすすめランチって言ったカレーなんだけどカレーってレトルトとか箱カレーで今いろんなの出てるじゃないみんなはねキーマカレーとハヤシライスが好きだよおいしいよねそれも好き私は買うんだったら普段食べれないグリーンカレーとかあの、あんまり売れてなさそうなやつとかすごいなんか色がすごそうなやつとか食べてみたいそうそう変わり種かなそうそう変わり種食べてみたいそう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  リカちゃんはあのあんまりこう一緒にものを混ぜるっていうのが苦手じゃない。そう。で聞きたいんだけどカツカレーってリカちゃんた食べれる？カツカレー食べたことあるけどやっぱね私のこだわりはそのカレーはカレーカツはカツって別々にしてほしいの。なるほど。そう。サクサクに揚がった衣がはちょっとカレーがかかってしんなりしてるわもったいないと思っちゃうね。そうじゃあからじゃあさ揚げてないあのハンバーグはあダメ。 ハハンンババーーググは特にあのやっぱり私いつもねあの静岡のさわやかさんのハンバーグ食べてたからだからそんなことできない一緒にするなんてそれ忘れて食べてほしいとハンバーグはハンバーグだけの良さを味わってほしいということなんですねえじゃあ混ぜるのが基本的にダメなのかえじゃあ納豆ごはん いやじゃ混ぜ混ぜご飯とかもダメなのね,なね。あのご飯も納豆とカレー、カレーじゃないあの。分けて食べるんだ。分けて混ぜないんだ。そうそうそう。え,えみんなどうなのどうなの？うん、混ぜてみて味を確かめたいの。味を確かめたい。<ー> <laughs> え同じじゃん。 同じじゃないの調和するからそう具材が崩れると違う味になるからほんとじゃあやってみようかなぜひあのねあのリカの幸せレシピでぜひあの混ぜたら美味しいよっていうものをねお持ちしてます皆さんカレー食べて元気にこの一年を過ごしましょうということでまた金曜日お相手はミニミニヤングのリカと郁恵でしたバイバーイ